ごきげんよう、こんばんは、タコボンです。さあ今回もやってきました、このバトルゲーム。さあやってきましょう。またね、歴史の1ページに黒歴史が刻まれます。ではサンドボックスからやっていきましょう。では最初一発目からね、この2万ポイント一番やばいやつですね。一番やばいやつをとにかくたくさん並べる、もう歴史史上一番やばい戦いをね、一番最初にやってしまいましょう。食べました。これが一番やばい戦いですね。まあ重さとかも考えてね、数はこれぐらいに控えといて、まあでもこれでもね、凄まじい、もうオーラがやばいからね、このスーパーサイヤ人がたくさん集まった感じの、これはとんでもないことになりますよ。さあ始めていきましょう。地獄の戦い、地獄界の戦争。さあ来た、剣山が、これどうなってんだ、すげえ吹き飛んできた。うわすごいな、すげえ、ヘブンロードが終わった。どっちが勝ったんだ、よくわからないけど、とにかくすごい、神と神はすごかった。さあお次もね、神と神のねバトルなんですけど、こっちがね1万ポイントの神になります。まあ、ポイント差で言うとこのブラックホールの方がね勝つんですけど、実際戦わせてみないとわからないんでね、スタートでやってみましょう。さあ来た、うわ剣山がやはり強い。でもね、1万ポイントの神は空飛べるから、なんとか空に逃げて逃げて強いブラックホールは強い。さあたくさんのシールド兵を並べました。そして対するはこのヒラリーですね。ヒラリーは問題メールでシールドを破ることができるのか。さあ歴史の教科書に載るくらいの戦いが始まります。スタートでいきましょう。さあ問題メールを投げる、だが盾は盾なダメか、やはり紙切れじゃ攻撃与えられないか必死だなヒラリー。あれでもなんだかんだ勝ってるじゃない、シールドが、シールド倒れてる、あっ勝った、ヒラリー強かった。問題メール、心のダメージが大きかったみたいですね。では次トランプ氏でいきましょう。まあヒラリーがあの数で勝ったっていうことは、トランプ氏は3体で勝てるっていうことなんじゃないかな、ということで3体でやっていきましょう。スタートで、さあ始まります。強い強い、シールド貫通してるぞ、次々と倒していく、うおっ瞬殺、3体のトランプ強かった、やはり大統領なだけはある。さあお次、このたくさんのシールド兵に対してこの樽ですね、爆弾の入った樽、一応ね仲間同士で爆発しないように離して設置しました。さあこの爆弾の軍隊に勝てるのか、この爆発の威力評価されたらノーベル化学賞に乗るに違いないでしょう。さあ始まりました。おおすげえ、吹き飛んだ、でも耐える、シールドが迫り寄って、今爆弾もすごいな、いや焼けてるぞ、あれこれ燃えてる焦げて死んでんじゃん、爆発というより、でどっちが勝ったのかわからないっていうねいやーすごい戦いだ。さあ続いていきましょう。このコンボのたくさんの兵を並べました。ちゃんと木の上にもねたくさん登って、この数、まあ、30ポイントのね、たった30ポイントの雑魚をねたくさん並べて、対するはこの1万ポイントの神、空飛ぶ神ですね。さあ雑魚は神に勝てるのか、ちょっと上のこれ青いのがいるから消しといて、さあではやっていきましょう。雑魚の群れでも神に勝てると、そういった証明をしていきましょう。スタートで行きます。さあ始まりました、勝てるか、コンボで殴る集団で殴ってきたぞ、さすがの神も
抵抗ができない。これはやばい。集団に殴ってきた。いやーこれはとんでもないことになってるぞ。神が、あの神がこの状態、何も。すげえな。うわーこれさすがに、まあ確かにこの群れが来たら神でも驚くよ。すごいことになってる。勝った、まさか勝った、この数で。やるなぁ。うわ、これはいい結果が出た。あ、お次。1万で勝てたなら、この2万でも勝てるんじゃないかっていうことでね、2万のブラックホールを並べました。まあ、ブラックホールは剣山出してくるんで、まあ、さっきと大きく違った戦いになるんでね、どうなるかわかりませんが、スタートでやっていきましょう。さあ、始まりました。早速飛び込んだ。うわぁ、すごいことなるぞ、これ。さあ、剣山で突き刺してくる。さっきみたいにね、囲んでみんなで壁を作ってね、押し寄せれば、勝てるんじゃ、今回もいけるんじゃない？うわぁ、すごいな。さすがに剣山も、数がね、あるんで。うわ、囲んでる、囲ってる。いや、すごいな、棍棒の数。棍棒と死体の数が。それでも逃げる、逃げる。囲めなかったか。これはさすがに厳しいか。すごいなこれ。舌がもう髪の毛みたいになってるよ。もうこの神様ハゲにはうってつけだな。これはすごい。で、これは勝ったのか。勝った。神様、いやーこいつは強いな、やっぱり。なんとかでもこのブラックホールの神様、こいつをね、あの銃とか弓矢ではなく、あの近距離系で倒したいな、なんとか。さあ、剣のソルジャー部隊を作りました。このブラックホールの神に対して、剣のソルジャー部隊、50ポイントのソルジャー部隊ですね。さっきは30ポイントのね、あの棍棒でしたが、今回は50ポイントでやっていきましょう。いや、剣勝てるかな。やっぱでもこの剣山でね、最初はやられる。でも囲めはね、壁をさえ作ればいけるんじゃないか。さあ、剣がすごい、剣の数。さあ、でも迫り寄ってきたよ。囲んで、これは囲んで、おお、まさか、案外早かった。まさかこの数で勝てるんだ。ソルジャー勝てた、神様。近距離でこのブラックホールの神様に勝てた。いや、神様も死ぬんだね。さあ、続いてのバトル、作り上げました。この形ですね。まずはこちらが、侍マスター。この500ポイントの侍マスター。侍より1段階レベルが高いやつですね。で、次、700ポイントの忍者マスター。忍者より1段階レベルが高い忍者ですね。さあ、ポイントの差で言うとこっちの忍者が勝つんですけど、実際戦わせてみないとわからないんでね。さあ、やってみましょう。どっちが勝つのか。忍者対侍、夢の対決。さあ、くるりんぱをしてくる。すごいな、その身体能力。あれ、案外これ忍者があっさりとやられる。いや、侍の一撃が強いんだね、あのクルリンパ。まず手裏剣あんな刺さっても死なないのか。すげえ、うおー、回って、いえ、いや、ポイント差では忍者が勝つんでしたが、実際戦ってセーブ見たら侍が勝ちましたね。いや、すごい。ということで、今回はここら辺で終わりたいと思います。またね、面白い戦いが見つかったらやりたいと思います。では、さようなら。